おはようございます。私からは特段ご報告することはありません。ご質問をお伺いしたいと思います。おはようございます。幹事社 TBS の高見と申します。先日15日に発表された福島県産の米や牛肉などの出荷量がですね、震災前の水準を未だ下回っていますが、そのことについての受け止めと今後の農水省としての対応を教えてください。はい。3月15日に公表いたしました令和5年度調査の結果にもある通り、引き続きブランド化の取り組みは重要であると認識しております。今後生産者流通事業者等に対しまして調査結果の説明を行いますとともに、関係省庁と連携をして福島県産の販売促進に向けて協力要請を行ってまいりたいというふうに考えております。各社さんお願いします。日本農業新聞杉江と申します。大臣よろしくお願いいたします。登録品種の海外流出の懸念についてお伺いいたします。海外に住んでいる人がですね、日本の EC サイトで商品を購入する際に使う代理購入サイトでですね、栽培地域が日本国内に制限されている登録品種の種苗がですね、購入できるようになっているサイトも複数ありまして、実際に購入されて海外に発送されてしまうと、有望品種の流出にもつながりかねませんが、農水省としての受け止めや対策についてお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。はい。国内の大手フリマサイト等に出品されました種苗について、海外向け代理購入を行う EC サイトがあることは承知をしております。こうした EC サイトによる種苗の販売が拡大し、海外も含め、不特定多数のものに購入機会が広がることが優良品種の海外流出の新たなリスクになることを懸念しています。知的財産としての種苗につきましては、令和2年に種苗法を改正し、登録品種の海外持ち出しを制限できるようにしたことにより、育成者検査、それから無許可で輸出する行為を損害賠償請求や刑事罰の対象としたところです。農林水産省といたしましては、サイト運営者も含めて関係者に種苗法上の制度を周知し、種苗の海外への配送を不可とするシステム変更などの働きかけをしてきたところです。さらに、デジタル化の進展に応じた優良品種の保護活用のあり方について、農林水産省内で外部有識者による検討会を開始したところであり、この中で海外向けの代理購入サイトも含め、EC サイト取引にかかる対応も検討してまいります。外部有識者による検討会は3月6日に第1回目を行いました。この後複数回、こういったか、検討会やりまして、5月末か6月には中間取りまとめをしたいというふうに思っております。関連したいんですけども、その中間取りまとめ後、何かしらこう、具体策を検討されるような運びになるんでしょうか。今、現時点での見通しを伺いたいんですけども。まだ一回開いたばっかりですので、中間取りまとめを拝見しながら、これからの対応をしていきたいというふうに思っております。制度改正の可能性も含めてですね、検討していただいている、ところです。有識者の皆様方に。で、まずは、結論を、予断を持たず、検討会でご議論をしていただきたいというふうに思っております。読売新聞の浜田です。能登半島地震の被災地の農地についてお伺いさせてください。春の営農に向けて、今年水田田植えするかどうかなど決断がそろそろ迫られる時期の中で、避難者が多いために、農地の調査などもちょっとうまく進んでいないといったお話も聞きます。現在の農地の、被害調査の状況と、あと、営農移行について、今、調査などされていたら、どういった移行が出ているか教えてください。
また、営農できない期間が続くと、離農の、可能性も高くなるという形も、農水省ずっと、懸念されているかと思います。離農が進まないように、どういった支援策等を、検討されているかも教えてください。はい。まず、農地、農業用施設の被害についてでございますけれども、3月18日現在で石川、富山、福井、新潟、長野、岐阜の6県におきまして、農地1132箇所、農業用施設5000トンで81箇所、合計6213箇所の被害が報告されています。特に被害の大きかった石川、富山、両県につきましては、積雪等の影響もありまして、全体像の把握には多少の時間を要すると考えておりますけれども、農林水産省では、延べ7300名のマフサットを現地に派遣いたしまして、被災自治体や関係団体と連携をして、被害の状況把握や応急対策等を全力で進めているところでございます。今ご質問ありました稲作などの地域農業を支える方々の営農再開につきましては、5月上旬からの田植えを実施できるよう、現地に派遣しましたマフサットが県、市町、それから土地改良区等と連携しながら、水張りが可能かどうか、補助の被害状況等を確認しているところであり、必要な苗の確保等につきましては、県、市町、JA 等と連携しながら、農業者のご意向を把握し、スピード感を持って進めているところでございます。1ヶ月間の育苗期間が必要でございますので、3月中に、5月上旬に田植えということを考えた場合には、3月中には水張りが可能かどうか、こういったものを判断しなければいけないというふうに考えております。その上で、被災者の生活となりわいの支援パッケージに基づきまして、査定前着工制度を活用いたしまして、仮設水路や応急ポンプにより用水を確保するとともに、農地等の早期復旧を図るほか、どうしても水稲の作付けを断念せざるを得ない場合には、大豆、そば等の代替作物の種子の購入支援や、それらを作付けした際の水田活用直接支払い交付金の活用など、各種支援を重層的に講じていき、離農を食い止めたいというふうに思っております。さらにこれらの支援策が、被災地の農業者の皆様方に、ご活用いただけるように、石川県下の JA 等に、石川県、そして JA、農林水産省の職員が常駐した相談窓口を設置しておりまして、農業者の個別の相談を受けつつ、事業申請手続きの伴走支援を行ってまいりたいと考えております。行ってまいります。